子どもたちにジビエに親しんでもらおうと、給食でジビエ料理が振る舞われました。高知市の桜井幼稚園では、子どもたちに命に感謝する気持ちを育んでもらおうと、今月から月に一度給食にジビエ料理を取り入れることにしました。この日は料理を監修した龍馬情報ビジネス&フード専門学校の島田和幸名誉校長が、栄養価が高いジビエの魅力などを園児たちに伝えました。講義の後は待ちに待った実食です。いただきます。提供されたのは鹿肉のハンバーグ。生姜を入れて子どもたちの口にも合うように工夫しました。思ったより美味しかった。おいしい。虫みたいなやつだった。おかわりの手も止まりません。どうしておかわりしたんですか？美味しいから。柔らかい。早い子がパクパクって早く食べてる。すごい嬉しかったです。ジビエはね、やっぱり抵抗あるんでね、ちっちゃい時からこうやって馴染んでたらいいと思います。もっとそんで食に関して大事にしてもらって、これから健康でね、育ってもらいたいです。園では今後も月に一度給食にジビエ料理を取り入れ、子どもたちの食育に力を入れていきたいとしています。